村に角を生やした大男が現れました。村人は力持ちの大男をまれびとと呼び崇めました。しかし次第に恐れられ、ひどい目に遭ってからは人々を襲い始め、ついには鬼と呼ばれました。そこである若者が鬼に立ち向かいます。若者は黄金色の石をたくさん集め、キラキラと光り輝く不思議な刀を手に入れました。そして誰も倒せなかった鬼をその刀で斬りました。鬼を殺した若者はその刀を残し、強く生きるのです。強く。おお、もうかように大きくなったか。はい、どのような子が生まれてくるのやら。この未来は限りなく広がっておりますれば。皆さんこんばんは、スカイゲーミングの M です。今日は仁王2ですね、やらせていただきます。実はね、候補に入ってなかったんですけども、マットをね作りたくて強く生きるのです。強く。まあ、部材をね集めてるうちにこうなってしまったと、そんな感じですね。でね、しかもね、ちょっとねスカイ君にはやっていただいたんです。ですがどうしてもね顔が気に食わなくなんかねいじっちゃったら余計ね変な顔になっちゃった。なので僕がキャラクターを作らさせていただきました。あ、ダメですよ、刀以外は刀ねだけです。あ、それも刀だからいいですか、一応ね。でもそのイメージないな、そっちだな、やっぱりね酒場とね使ってもらわないといけないんでね。で、こちらが守護霊さんね。これがスピード関係かな、確かね。で、もう一匹が攻撃と、もう一人は防御ですかね、確か。まあこういったね妖怪の類に変身できると、バリバリの戦国アクション死にゲーですね。かなりね死ぬんで
まあ、これでいきますか。鳥さんでね、チュートは飛ばします。もうやってるんだね、ちょこっとね。出戻りです、正直言うと。ということで、マップの方にね、移動ですね。こういった形でね、メインミッション、あとはね、サブミッションとか出てきて、まあ要は死にに行く感じです。より、これね、自分のお部屋、あとでね、リフォームとかできるみたいですね。ムービーが見れると、そんな感じかな。で、こちらから修行場、鳥居っていうのはオンラインですね。で、やるときに行かせていただきますと。オンラインはね、実はうちのラキンさんがね、もうやってるんで結構ね、3人目かな、4人目かな、3人目ぐらいのボスまでは僕は見てます。なのでね、ちょっとご説明できるかなと、そんな感じですね。で、まずはね、この黄色、これがね、ほら下に今20いくつとか出てますけど、これを貯めるとレベルアップ的なね、ものができると。能力開花、これでね、持ってる武器のスキルを上げていくと、固有のね、技を使えると、そういった感じですね。あとはね、武器とか重さがあるんで、それに見合ったスキル構成ね、スキルというか能力構成をしていただくと、そんな感じですね。はいはい、じゃあ黄色はね、取っててね。で、問題なのが、これ最初のマップなんですけど、かなりね、お強いのが2匹目にいらっしゃるんですよ。いけるかないけますかね。前回ね、ちょっとスカイ君にやってもらった時には、ちょっと練習してていただいて、しててって何ですか練習していただいてね、一応倒せたんですよね、前回はね。だからいけることを、あれね、これを倒すと。じゃあ行ってみますか、どうぞ嫌でしょね、強いんですよ本当にこのお方。結構ね、このゲーム回避とかガードがかなりシビアな判定でね、あと痛い。
ウンターね、こんな感じでうまいじゃないですかこのねカウンター、そう、そんな感じ、やっていくんですけど、この敵さんねやらなくてよかったみたいですね。最初の時知らなくてね倒しちゃったんで、練習してだからついでに今回も一応倒しておきます一応ね倒せれば2回チャレンジまで、3回はダメです。3回やったらスルーしましょうね。そんな感じでね、で今右上の崖の上、敵さんの後ろね、手すりがついてるところの間にちょっと空いてるところ、あそこに立って手斧を投げても簡単に倒せますと。倒せない方はね、ぜひチャレンジしてみてください。倒すとね、近くのドアの鍵をねいただけるんですけど、それがなくても進めるというね仕様なんで、本当はやんなくてもいいですよ本当にね。しかもねこの敵硬いんですよ。通常はね多分やらない敵なんで、結構ね固めにできてるなので時間がかかるんですよねこれね。まあしょうがないですね、倒しておきましょう。最近たるんでるんでねまだ言うかと、まだねノーダメ動画もね1個目しか出してないんでね、一応撮ったのはね5個ぐらいは成功してるんですけど、まだ半分いってないんでねでもねなんとなくそういうのをね続けていくと感覚的にね上手くなれると、そんな気がするんでね、ぜひこのゲームをねスカイ君のスキル向上のためにやっていきたいなと思います。決してマットが作りたいからではありませんとね。じゃあもうちょいかな、言わなかったですね。よし行きますか。これね行きすぎるんですよ、だからね結構ね出戻りが多くなっちゃうと思うので、今回のこの動画はね出戻りするときは死んだところまでちょっとカットさせていただいて、やらさせていただきますのでね、ご了承ください。じゃないとね多分ね全然進まないと思います、回数ばっかいっちゃってね。なので装備変更と死に戻りは全カット越しますんでね、今回はなるべく死ぬないようによろしくお願いしますと。半分いきましたねもうね。これね走ってくるのが厄介なんですよね。でねなんかね他の倒し方もあってね、これは多分通常に倒してるやり方なんですけど、この敵さんの左後ろっていうのかな、左足の後ろぐらいを時計と反対回りにねぐるぐる回りながら回避しながら攻撃しても倒せるみたいですね、楽にね。ただスカイ君はね楽しちゃいけないんでねこれで行ってくださいと、そんな感じですね。いけそう、なんか一回でいけるかなね、いけたらいいですね、これ長いからね。もうちょいカウンター OK 僕もね見てるからねタイミング覚えちゃいましたね、これをね。赤いのがねふやふやってしたらね、これこれ嫌なのね、避けづらい。
あ、あっつちゃった。残念、落命。じゃあもう一回だけね、ちょっと行かせてもらってね。いいですよ、行って行きましょう。ぜひね、倒してください。いると邪魔なんで、敵さんがね。でも一戦行ってましたよ。多分ね、行けます、今回は。行けるかな、心配になってきちゃうね。これね、取るとね、経験値的なね、ものが復活すると。なのでね、死んだらぜひ取っていきましょう。カウンターいいじゃないですか、最初だけね。はい、2カウンター、はい、 OK ですね。ノーダメやってもいいですよ、これ。これでもね、ノーダメに近い感じじゃないと、結構ね、2、3回食らって死んじゃうんでね、このゲームね。ほら、またこれが苦手。カウンター合わせるのはね、得意なんですけど、距離詰められるのがね、嫌いでね、あまりうまくいかないと。はい、外れ。ほらね、うまいっていうとこんなもんでしょ。イエス、さすがです。これ今使ってるのが大きな刀でね、大刀、両手で持つやつね。でも威力は高いみたいですね、今回はね。しょうがないです、サービス。本当は酒場と縛りでね、やりたいんですけど、この敵硬いんでね、ちょっとサービスします。あ、ダメかな、2回目。じゃあやめましょう、スルーしていきますか。あれ、さっき3回って言いました、僕。じゃあもう1回だけね。そんなこと言いましたっけ、2回って言いませんでした、3回。じゃあいいっす、もう一回だけね。3回目の正直、これでダメなら本当にね、スルーいたしましょう。これあと、このこれなんとかつか、名前忘れちゃったな。赤いのはね、オンラインでつながった、まあプレイヤーの方々のNPC みたいなね、ものが出てきて戦うとね、アイテムとかいただける感じですね。で、青いのはおちょこってね、アイテム使うんですけど、それ使って呼び出してね、 NPC としてね、ちょっと戦っていただくとね、そんな感じのものです。はい、外れ。結構硬いからね、2回3回やるともうすぐお時間経っちゃってね、もったいないですね。先進めるのにね。でもやってきたいんだね。いきなり始まってね、スタートでこれがいたら普通ね、びっくりしますよね。多分そう思わせるためにね、ここにいるのかな。かわしていけるなんてね、あんまり思いつかないですもんね。自分たちもね、最初分かんなかったですもんね、普通に。すっげえ強いなと思ってね、やってましたよね。いけるかな。
できればね2回ぐらいでね、最初のとこぐらいはね行きたいなと。目標ね。ただねこれね、この敵だけじゃないんですよ。本当にね強いコンピューターさんがコンピューターって言わないのか、 AI っていうのかな、 NPC 本当にお強いんですよこれ、ゲームね。正直ねコードベインなんか比べちゃいけないぐらい難しいですよねこれね。コードベインもね一応死にゲーっていう感じだったんですけど、なんか途中でね無双ゲーみたいになっちゃうんでね、あれはね、これはもう本当に死にゲーですよ。少しずつやっていかないとねダメなんで進めないんですね。ちょっと順番間違えるとねすぐいけますよこれ、このゲームね。あー、だからやるのはやめようと思ってたんですけどね、変かなと思って。でもね結構ね面白そうだったんだよね。もうちょいいけそう、さっきより早いしね、早いですね。あ、チェンジできますよ妖怪化して、無理やり倒しちゃえばいいんじゃないですか。妖怪化するとなんかライフとかもね関係なくそのままゴリ押しができるというね素晴らしい仕様なんでね。もちろんいけるねこれ、このままでもね言うとダメだよね。じゃあいけないで。もうちょいだな本当にね。やります、一応減ったら。狙ってね、ちゃんと慌てず。はい、ちょっといいかな、当たんないかな、もう一息だったね、惜しかったです。じゃあもう一回カウンターしてください。はい、いけましたね、お疲れ様でした。じゃあこれでねアイテム拾って鍵がねいただけたんで、そちらの方に行きたいと思います。あ、その前にあれ取っていこうか、なんだっけ、こだまちゃん、こだまでしたっけ。そうですね、ここね上がってった右のとこにね一人いるんですよ。これね右側のかわいいやつ、なんだこのちっこいの、おかしな、これをね返してあげると、あのお宮っていうのかな、さっき入り口のスタート地点のねあそこのところにどんどん増えてくんで、そうするとね、なんかなるんですよ。なんかなるんですよ。すごいですね。例えばアイテムね、これが落ちるようにするとか、そんなようなね感じのこともできると。自分で何とかしねえと。じゃあ行きますかね。それ入り口ね。反対です。で先ほど拾った鍵をね使い進んでいこうと思います。さて、知っててもねちょっと難しい感じなんだよねこれね。でこれをね左に行くと、左ね、さっきの戦ってたところに通じるはしごがありますと。これね蹴っとけばねショートカットできるんで、
とりあえずね、屋根から攻めていきましょう。撃ってくるやつがいるんでね。確かこの方、この方だっけな、違うかな、あ違うか、ここに落っこってんのかな、弓矢がね。これで装備すると遠距離攻撃ができると。弾持たないですよやめるんだ。まああんな感じでね、狙ってね。じゃあそこ階段行きます。左に抜けちゃいましょうかね。黄色取って、わしらを侮りおって獲物の扱いぐらい心得ておるわ。左もそうですね、それもあるんで。思って身動きもできんとは。はいはいはい、行きましょう。皮を凝っても一発でね敵視しちゃうんでよくできてますね。ね、ちょっと油断するとね本当にすぐ行けます。あのスタミナゲージがあってね、攻撃受けたりしたりすると減るんですよ。だからね、ずっと殴ってるわけにもいかなくてね、その辺がね難しいんですよこれね。義を貫き果てた侍の後、何時に一時の力添えをなさん。当たる？あれ当たっちゃった。まあいいか、当たればね。どっち行きます？そっち、そっちだっけな。まあ正直ねあんまり覚えてないんですよ前回ね適当に見てた感があったんでね。少しはね動けるようになったかな。よかったかもしれないですよね、ちょっとやっといてね。全然ね操作方法が分からなかったんで、最初構えもなんかあの上段下段中段とね、それによって攻撃方法とかね回避方法が変わるというそんな仕様なんで、切り替えながら戦っていく感じですかね。いた、子供ちゃん。あ、もう最初の敵さんね、3回もやっちゃったから時間が30分近いですね。まあいいっすか、死んだらちょっとね今日はやめときます。どうせ死んじゃうんでどっかでね、まあ本当にねそのぐらいちょっと難しい感じですよ。これもねカウンターしないとねメメントされるんですよ。メメントね本当メメントみたいなんですよね。ガッサガッサ切られるんで、逃げて逃げて、ダメかな、ここで終わり。もうわざとは終わんなくていいですよね、それはね良くないです、わざとじゃない
み打ちね出てきましたね。ちょっとねアタックが上がるんですよね。ふわっとこれね、どっち行きますか。ヘッドショットした方がね威力が上がると。よくできてますよねこれね。あ、斬新、これも説明しないとダメかな。攻撃がね終わった後にちょっとねボタンを押すと使った分のねスタミナ的なものがね少し戻ると。今のねシューって光が集まった時にボタンを押すと、それが斬新でね。たまに敵がねそのスタミナが回復できないようなねエリアを発する時あるんですよ。それもね斬新でかき消せると、そんな感じですね。やらないとねほんと回避もできなくて攻撃もできないみたいなね状態に落ちてしまいますね。一応探索してるんだね、覚えてないだけいいっすね宝箱。敵もねちゃんとねこっちを向いてるとね攻撃避けるんですよ、ガードしたりね。それがまたうまい、さんうまいですよねこれね、避けるの。これさっき降りた階段のとこかな、くるっと回ってきたとね、これ階段ね。じゃあ行きましょう。どこへ、そっちじゃないでしょそこ来たとこね。これでカラスが鳴いてるとうちかな、なんか今カラスの声が、ほらピヨピヨってちょっと戻って、あの小玉さんがいるどっかに音がする。これかなんか近く行くとねピヨピヨって言うんすよ。いたこれね、何だったんですかこれね、常世払い、斬新によってね消せると。スタミナが減るエリアね。その前に何て言ってたんですか、お前の腹の中に何か言ってましたね、気になりますこれこれ、このわっこの中入るとスタミナが回復しなくなっちゃう、なので斬新で消すと。これね、それで OK です。よく見えましたね、覚えてた。それはないな覚えてるわけがないね。降りてきますね。宝箱取って。結構ね装備はね落ちるんで、これをね奉納してお金に変えたりね、お金じゃないか。お出てきた。
これも倒すとね、これの力がいただける感じになるのかな。これも強いですよね。結構ねシビアなんですよ。危ない。あ、ミスった落命。ちょうどいいですね。今日はここまでにしておきましょうかね。また次回お送りしますのでよろしくお願いします。またよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。スカイゲーミングの M とスカイがお送りしました。バイバイ。